海水魚、海水魚、か、異水魚、マリンフィッシュは、海水中で生活する魚類の総称、海産魚とも呼ばれる。海水魚は2006年の時点でおよそ15,800種が知られ、現生の魚類2万8,000種のうち、約56%を占めている。海水魚とは、海で生活する魚類の総称で、現生魚類のおよそ56%、 1> 約1万5 8 0 0種が含まれる。最初期の魚類、無学類の仲間は海で進化を遂げ、その後の進化の歴史において海水から淡水へ、淡水から海水への進出と適応が何度も繰り返されてきた。現代では、海水魚は、寒帯から、熱帯、沿岸から、海洋、氷層から深海に至るまで、ほとんどのすべての海域に分布を広げるとともに、漁業資源として、 世界中で利用される重要な存在となっている。海水は体内よりも浸透圧が高いため、海水魚は水分が体外に流出する脱水の危機に常にさらされている。最も原始的な脊椎動物であるヌタウナギ類は体液の一回温を海水と同レベルに順応させ、サメエイに代表される軟骨魚類は尿素などの窒素代謝物を体内に蓄積し、 浸透圧を上昇させることで海水への適応を果たした。そして遅れて出現した蒸気綱のグループは多量の海水を飲むことで失われる水分を補い、過剰な塩分は塩類細胞と呼ばれる特殊なように輸送細胞を通じて排出する気候を発達させ、現代の海洋で最も繁栄する魚類となっている。海水魚は陸に近い沿岸。 川口域から遠く離れた外洋、生物量の豊富な藻場、ンゴ礁から岩礁、砂芸地帯にかけて、赤道直下の熱帯域から氷点下の南極海、さらには太陽光に恵まれた氷層から暗黒の深海に至るまで、あらゆる海水環境にその分布を広げている。成長段階に応じて、または環境や餌生物の季節変動に伴って、 それらの間を行き来する者も,も数多い。海水魚は、その分布範囲に基づいて、外洋表層性、エピープロジェクト、深み氷液性、ディープパラジック、深海底性性、ディープベンサック、および沿岸性、リタール、の四種類に大きく分けられる。外洋表層性の海水魚は、水深二百メートルまでの外洋域で生活するものを、差し、その多くが広範で、 世界的な分布域を持つが、比較的沿岸寄りに暮らす種類は、厳極的な分布を示す場合もある。他のグループに比べ種類は少なく、二芯目、脱目及び鈴木目のアジカ、サバカなど360種程度が知られているに過ぎない。深見表営業及び低生魚は、いわゆる深海魚と総称されるグループで、いずれも水深200メートル以上の深海に分布する。 海底から離れた中層を主な生息域とするものを表栄魚と呼び、海底付近で生活するものが低制魚として扱われる。合わせて約3200種が知られており、表栄魚は広範な分布を示す一方、低制魚の分布範囲は海底地形によってしばしば隔絶されている。沿岸性海水魚は大陸や当初の沿岸と 水深200メートルまでの大陸方に暮らす魚類が含まれる。サンゴ礁や藻場を中心に著しい多様性を示すグループであり、海水魚全体の7割以上にあたる約12,600種がこの区分に該当する。沿岸域には鈴木目、カサゴメの仲間が特に多く、大陸方にかけての海底にはカレー目、タラメなど、水産上重要な分類群が分布している。 確実した環境になりやすい淡水域とは異なり、海は一つながりの水圏を構成している。しかし、水温や水圧、塩分濃度などの科学的、物理学的性質によって、実際にはいくつかの水海に分割され、海水魚の分布様式にも影響を与えている。餌生物の供給量も重要な要素で、生産性の高いには、種類の豊富な魚類症が形成される一方、 栄養供給の少ない外洋における魚種は乏しく、特定の種による大きな群れが作られる傾向がある。沿岸性海水魚の分布範囲は、インド太平洋、西部太西洋、東部太平洋、東部大西洋の4領域に大きく分けることができる。このほか、地中海と極限の海を別個の区分として加える場合もある。インド太平洋は、 南アフリカと航海を生誕とし、インドネシア・オーストラリアを経て、東はハワイ諸島並びにイースター島に至る広大な海域で古代の鉄地使いをその起源としている。およそ3000種の沿岸魚が生息し、ヒスカ、アイゴカ、スズキメはインド太平洋に特産である。魚種の豊富さはフィリピン諸島付近で極大となり、マレー半島、スマトラ島近海で、 第2のピークを示す一方、太平洋プレートの境界を東に越えると多様性は激減する。例として、サワラ属、サバカ18種のうち10種がインド太平洋に分布するが、太平洋プレート上にこれらの種は生息していない。西部大西洋は南北アメリカ大陸の東岸からメキシコ湾、カリブ海を含み、アセンション島、セントヘレナ島に至る海域である。 西インド諸島のサンゴ礁が多様な海洋生物を育み、海水魚は約1200種が知られている。アマゾン側から流入する大量の淡水によって、沿岸のサンゴ礁魚類の分布は南北に分断されている。東部太平洋の魚類礁は西部大西洋と比べ貧弱である。アメリカ大陸との間に横たわる広大な外洋が障壁となり、 西部太平洋の当初に分布する沿岸魚の86%はこの壁を越えることができていない。300万年前にパナマ地境が閉じられるまで大西洋と互いに交流していたため、東部太平洋に分布する沿岸魚はむしろ西部大西洋と共通するものが多い。同じグループの魚類が分断後に別個の進化を遂げた例も知られ、我慢効果。 ガマアンコウメのイサリビガマアンコウアカ、フチガマアンコウアカは、それぞれ東部太平洋、西部太西洋に特化した一群である。現在のパナマ運河は、淡水のガトゥンコを経由するため、後日のスエズ運河とは異なり、海水魚の連絡通路としては機能していない。東部太西洋の沿岸性魚類は、約500種で、東部太平洋よりもさらに少なく、熱帯性魚類の分布は、 ギニア湾周辺の濃く狭い海域に限られる。この地域で多様性を示すグループは、大河など数河にとどまる。サンゴ礁も非常に少なく、コンゴ川、ニジェール川、ボルタ川など、複数の大河川から淡水が流入することが一因と考えられている。地中海における沿岸魚の分布は、東部大西洋と類似し、およそ540種が知られている。 600万年前に起きたメッシニアン塩分危機、メッシニアンサリナテクライシスにおける大干ばつにより地中海の海水魚はほぼ全滅した。530万年前には再び大西洋と連絡したが、ジブラルタル海峡の低水温が熱帯性魚類の流入を阻害したものと考えられている。1869年に開通したスエズ運河は、 塩分濃度の高いグレートビターコによって海水魚の移入を防いでいた。しかし同湖の塩分濃度は運河の運用に伴って次第に低下し、1931年には16種、2006年には68種の海水魚が航海から地中海に流入していることが確認されている。この移入はレセプス移動、レスプジアンマイグレーションと呼ばれ、基本的には 航海から地中海への一方通行となっている。航海の生物環境は、飽和状態で新規参入の余地が少ないこと、広範囲な環境に適応できる魚種が、航海の方に多いことがその理由として挙げられいる。極限の海は、水温が氷点下に達することさえある過酷な環境であるが、北極海及び南極海の沿岸、大陸方には、それぞれ289種、 二百五十二種の海水魚が分布している。合計七十二か二百十四属のうち、北極海、南極海の両方に分布するのは十か十二属に、過ぎず、魚類症の姿は互いに異なっている。北極圏とその周辺を含む、北緯六十度以北に分布する海水魚、九十六か四百十六種のうち、玄華か、カジカか、酒か、タラムク、カレーめ、 軟骨魚類の6グループがおよそ6割を占める。これらの仲間の多くは北太平洋、北大西洋にまたがる分布域を持つのに対し南極海周辺の海水魚は地域性が強いものが多い。実際に南極近海に分布する13か174種のうち88%は南極海固有である。 鈴木目のトテニアアモクは南極の魚類の代表的存在であり、南極海における種数の55%、個体数では90%を同アモクの魚類が占めている。南北に細長い日本列島周辺の海底地形は極めて複雑で多様な生息環境を数多くのアカン体温帯性、亜熱帯性海水魚に提供している。また、 太平洋岸の沖合でぶつかり合う二つの海流、親潮と黒潮は、外洋から多数の海遊魚を迎え入れるとともに、隊を及び熱帯域に住む海水魚の流入をもたらしている。日本産の海水魚は3500種を超えると見られており、新たな種の報告も年々増加している。一方、日本産淡水魚は200種前後が知られ、海産種と比較して、著しく少ない。 南日本に分布する海水魚の多くは生物地理学的にインド太平洋系の影響を受けている。世界の多くの地域で海水魚は重要な水産資源として利用される。国際連合食料農業機関 FAO の統計によれば世界の魚類総生産量をおよそ1億トン2006年のうち3分の2以上にあたる約6800万トンが海水魚である。 特に南北アメリカヨーロッパオセアニアの各地域では生産量の大半を海水魚が占め、淡水漁業の10倍以上の規模を持つ。アジアアフリカ地域でも海水魚の漁獲量は淡水魚のそれを上回るが、両地域では大河や大きな故障の変幻で伝統的に淡水漁業が盛んで、近年は内水面養殖業が著しく発達していることもあり。 その差は欧米ほど大きくない。日本の魚類生産は圧倒的に海水魚に依存しており、2006年の魚類総生産量377万トンのうち、実に92%に当たる345万トンが海水魚で淡水魚は8000トン余りに過ぎない。この傾向は1950年代以降一貫して続いている。同じアジア地域でも国によって傾向は様々で。 韓国やフィリピンでは日本と同様に海水魚の生産量が淡水産種を大きく上回る一方、中国やインドでは2000年代以降淡水魚の漁獲の方が多くなっている。魚類の進化の歴史の中で海水への適応は決して一方通行のものではない。カンブリア期以降、魚類が多様な種分化を遂げる過程で淡水から海水へ、あるいは逆に海水から淡水への進出。 適応が何度も繰り返されてきた。現在海水、または淡水に限定して分布する種類も、遠い将来には再び異なる環境に適応し得る、可能性を持つと考えられている。ヌタウナギ類は、原生の脊椎動物として、最も原始的なグループで、その祖先、最初の脊椎動物は海で進化を遂げたと、推測されている。やや遅れて出現した。 ヤツメウナギ類は淡水に進出し、原生種は一般的な甲骨魚類と類似した浸透圧調節機構を獲得している。個代デでン気に淡水域で分化した軟骨魚類はやがて独自の尿素代謝機構を身につけて海水への適応を果たした。その多くはサメエイ類として海洋で繁栄した一方、一部の種類は再び淡水での生活に戻っている。 いわゆる炭水泳。初期の甲骨魚類は炭水域で進化し、デボン期には肉器類と蒸気類に分かれた。前者のうちシーラカンス類は軟骨魚類と同様の尿素による浸透圧調節機構を得て海水に進出している。肉器類は多くの死種動物の祖先と考えられており、尿素を利用した浸透圧調節や、 水分保持のメカニズムは、その後に出現した多くの陸上脊椎動物にも、引き継がれている。チョウザメなど、初期の蒸気類は、淡水で進化したが、遅れて出現した、新骨類は、塩類細胞と呼ばれる特殊な細胞を分化させる、ことによって、海水環境に適応し、中世代ジュラ紀には海に進出している。新骨類は白秋以降、 海水域で急激な主文化を遂げ、現代の水圏で最も繁栄した魚類となっている。海水には塩化ナトリウムなどの無機塩類が様々な濃度で溶け込んでおり、その浸透圧は1000モーゼム、ミリオスモルに達し、淡水0.1から1モーゼムよりもはるかに高い。この高浸透圧環境に対し、海水魚は大きく分けて3種類の方法で適用している。 すなわち、ヌタウナギなどに見られる、浸透圧順応型、軟骨魚類、肉器類による尿素を利用した、浸透圧調節、そして、新骨類における、塩類細胞を用いた、イオン排出機構である。塩水に対する魚類の適用範囲は様々で、幅広い塩分濃度に対応できる魚類を、後塩制魚、ユリヘイラインフィシャス、特定の塩濃度環境下でないと生きられないものを、 共演制御、ステナヘイラインフィシャスと呼ぶ。うなぎ酒のような海遊魚は共演制御の代表であり、川口域など塩分濃度の変化が大きい海域に住む海水魚にも共演性を示すものが多い。共演性の海水魚としては、マグロなど外洋性の魚類が多く該当する。一部の共演制御は塩分を薄めた水に徐々に慣らすことで、淡水魚と同じ水槽で飼育することも可能である。 最も原始的な海水魚であるヌタウナギ類の体液の浸透圧濃度は海水とほぼ等しくなっている。ナトリウムイオンや塩化物イオンといった一過イオンの濃度が海水とほとんど変わらないためで、より原始的な多くの海産無脊椎動物と共通する特徴である。細胞外液のナトリウムイオンが上昇すると過分極が引き起こされ、細胞活動の障害をきたす恐れがあるが、 ヌタウナギ類がこれを、どのように防いでいるかは不明である。軟骨魚類、サメエギンザメの仲間と肉気類は、ヌタウナギ類とは異なり、体液の一過、イオン濃度は、海水の半分程度に抑えられている。彼らは、窒素代謝物、尿素とメチルアミン類を体内に蓄積することで、体液の浸透圧を海水とほぼ同じか、わずかに高いレベルに保ち、生理的脱水を防いでいる。 尿素は主に肝臓で合成され、排出の大部分はエラで行われる。蒸気砂、原生の甲骨魚類の大部分及び頭甲砂、ヤツメウナギの仲間に属する魚類では、体液の一過、イオン濃度は海水の3分の1程度に抑えられ、浸透圧濃度も同様に低いままである。約300アザム。このため、 粘膜やエラを通じて水分が海水中に漏出し脱水に陥る危険を常に抱えることになる。上砂の海水魚は多量の海水を飲むことで失われる水分の補給を行っている。海水と同時に取り込まれる塩化ナトリウムなどの余分な塩類は濃縮した上でエラ及び腎臓を通じて体外に排出するとで体内の浸透圧を一定に保っている。飲み込んだ 海水中に含まれる塩類は、消化管から吸収され、ナトリウムイオン、塩化物イオンなど1回音は、エラから、マグネシウムイオンなど2回音は主に腎臓から、尿として排出される。これら蒸気類の浸透圧調節には、マジン、副腎に相当する機官から分泌される、コルチゾールなどのホルモンが重要な役割を達している。海水魚の多くは、体外受精による繁殖を行い、 生み出された卵は海中で肺発生する。このため、海水魚は常実のような浸透圧調節器官の形成が完了するまで、すなわち卵や死魚の時点で海水への適応能力を持たなければならないことになる。海水魚の生死が海水中に放出されると高い浸透圧に刺激を受けた生死の内部でカルシウムイオン濃度の上昇が起こり、生死の運動が 活発化する。淡水魚の場合では逆で、低浸透圧が生死の運動の引き金になる。受精直後から発生の最初期において、海水中の塩類からどのように保護されているか、そのメカニズムははっきりわかっていない。ある程度卵活が進んだ段階では、卵黄脳の表面に塩類細胞が出現することから、期間形成が完了するまでの浸透圧調節に、 関わっていると見られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。